PS5 Pro 正直どうなのか。発売日だけど、意外と静か。本日11月7日に発売した PS5 Pro、価格は約12万円。転売ヤーをちらっと見てきましたが、定価の1万円高くで推移しています。実際に売れたものを見つけましたが、124,500円。1個転売して5000円の儲けですか。PS5 の時と比べると、何とも言えない状況ですね。とりあえず、転売ヤーは死滅しろ。発売日初日、一番多く声が上がっていたのは、買った。もしくは買おうと思ったけど、ディスクドライブが手に入らないという声。過去のディスク版を遊ぼうとするとどうしても必要になってきますよね。PS5 は DL 率が6割、7割と言われていますが、真理不明。どこを探しても売り切れです。価格は、11,980円となっています。なかなかのお値段。ちなみに25,000円で転売されていました。PS5 の転売から何も学んでないソニー。定価、同販版にするか、最初から付けとけよ。10月の半ばから品薄状態だったみたいです。この時から転売ヤーが狙っていたと思うとやっぱ、死滅しろ。とはいえ、品薄になることは分かっていますし、PS5 本体だってディスク版が売れています。正直、ソニーも分かっていたよな。皆さんが気になるのは値段に見合うグラフィック。いくつか検証動画が上がっています。当たり前ですが、PS5 無印より性能は向上。グラフィックについては、言われるとクリアというかぼやけがなくなっているように、見えます。ただ、何と言いますか、PS5 やスペック要件が足りている PC を持っていれば、購入は慎重になって良いと思います。私の視力では本当に言われたらわかるレベルです。ここは個人の感想なので、実機での感想も教えてください。SIE の CEO の期待すんな発言、今思うと正しかったですね。本体は購入できる可能性はあるとして、ディスクドライブはどうにかしてほしいところです。PS5 は8万なので、プロとの価格差4万円。そもそも8万も高いですが、4万円の価値はあるのか。エルデンリングでレイトレオンにすると、ガクガクになると噂もあります。慎重になってください。私とは別の世界で盛り上がっているのか、ゲームハードが発売されたとは思えないお祭り感。それではみんなの感想も見ていきましょう。あかん。パプスケで 30fps、名画。クオリティとパフォーマンスの差がなさすぎて意味ないな。レートレ ON にしても、この場面では、解像度と FPS がただ落ちるだけで、パラレル回転のアプスケで、なんちゃって感が出てるだけ。リアルな体験したいなら、PC か XBOX しかないな。これからが地獄だ。さ、37。エルデンってそんなに重いイメージないんだけど。コスパ中 W。こんなのでガクガクだったら、スイッチのゲームやってたら目がつぶれそう。性能とかぐらにこだわってる PS5 がこれだからバカにされるんだよ。スイッチがあっての早めなよ。目だけじゃなくて脳みそも潰れててくさ。4K でレイトレオンにしても、専用庫は積んだ RTX でもフレームレート案までないんじゃない。プレステって基本的にネイティブ 4K 出してないよね。そもそもレイトレにも設定があって、上と下では負荷が全然違う。え、マジでゴミじゃ。60fps いかないと生存権ないとか言うからこうなるんだよ。レイトレは RDNA 3相当とは何だったのか。ほんまそれ。なんか PS5 や XBOX でも 4K で 60fps の動画とかあったんだけど、そんなもんなの？1620p37fps。 うちの 4070ti はサイレントヒル2でレイトレ入れると WQHD で 30fps だけど、そもそも RTX のレイトレやら DLSS が優秀すぎて、ラデオンが選ばれない理由ってそこだよね。ゼルダって 30fps じゃなかったっけ？解像度優先は元から 4K だし、 PS5 や XBSX でも 30-45fps だったのが、何もしなくてもブーストでほぼ 50fps 以上出るんだよね。最強 CS 誕生で XBSX がカスになった感じ。全く使い物にならない RT ユニット乗せる前に他にやることあったんじゃない？ RX6800 がレイトレ 4K ネイティブで 24fps らしいから、そのくらいの性能はあるんじゃない？でも RDNA4 でもレイトレはやっぱ弱そうだね。ノーマル PS5 は FHD60fps すら安定しなかったから、これはかなりの進化だよね。 PS5 Pro のレイトレ、黒が異様に濃くなりすぎてる感じあるな。 5600X プラス 4070Ti で影の血だと WQHD の高設定でも 60fps に貼り付けなかったけど、ブラジルだとプロ届いてるらしくて、実機映像を見たらプロなかなか良さげって感じた。発売日のエンハンスド対応もないゲームだから、レイトレ向上や PSSR 対応もしてない。ただ動かしてるだけでこれなんだよね。
RT オフでも 60fps を維持できないのがやばい。 PC だとアプデで軽いゲームになったのに。でもエルデンのレイトレってマジで意味ないよね。エルデンリングは暗めのゲームだから、レイトレオンにしても重くなるだけで意味がないんじゃない？レイトレで感動することないでしょ。フロムのゲームだとレイトレの恩恵は少なそう。ブーストモードだけでここまで変わるの、むしろすごいと思うよ。エンハンスド対応してないし。 4K ならまあそんなもんでしょ。これがゴミなら XBSX 含む全 CS がゴミってことだけど、わかってる？スイッチなんて PS3 レベルだからね。4070でもギリじゃない？むしろパフォーマンスが安定してるのには感心したよ。 PS5 でも XBOX でも普通に遊べるんだから、わざわざ12万出してプロ買う気にはならないな。エルデンリングは PS4 版を PS5 で遊べって言われてたよね。コーブラ側がテーブラ側を煽るの、なんで目がつぶれるとか言うんだろう。両肩見れる目の方が優秀じゃない？ PS5 を PS5 プロに買い替えるより、メガネ買い替えた方が画質上がりそう。初期型を当時5万円で買った私は大満足です。投稿者、ここは明らかにプロのが綺麗ですね。わしわからん。ここまでのスペック必要なあのゲームがやりたいって人にはコスパええやろうけど、そうでないユーザーは正直二の足踏む値段みたいな感はある。おっさんわい、買ったはいいけどゲーム自体に飽きというか疲れが来てることに気づいてしまって絶望。コスパ良いのは PS5 もなんよ。まずモニター買うところから始めなきゃ。道のりは長い。あ、もう売ってるんだって思うぐらいには話題性がなかった。全世代のお年玉で買えなくなった。将来が心配だ。ハードの進化はもうこの辺りでいいんじゃないかなと新しいの出るたび思う。違いがほぼわかりません。5万で買えた時がコスパ最強だったんですね。30周年記念エディションの抽選で当たったら買う気満々だったけど、無事お悔やみメールを頂戴したので引き続き初期型で遊びます。自分は PS4 プロまでしか持ってなかったので、せっかくだから買うならプロ買っちゃえと思い買っちゃいました。モンハン発売までにモニターもそこそこなのを買うつもりです。ゲーム機の構造とか部品の知識がない一般的なユーザーとしては、プロのゲームプレイの体感で判断するなら私は満足しています。ディスプレイは大型 4K テレビです。でも普通の PS5 でもスペックは高いから、そっち買った方がいい気がするな。ゲームに限った場合のコスパと動作保証、PC には必要な知識不要等の恩恵を考慮するならまあって感じ。通常版 PS5 ユーザー向けにプロに換装できる外装と中身だけのアップグレードキットみたいなのが4万円ぐらいで出てくれたらいいんだけどな。基本的に 4K8K 対応がメインで、 2K 高画質モードとかは別に差がほぼないんだろうな。 4K 大画面テレビ持ってたら買ってもいいかもレベル。なんだかんだトランプ当選でまた円高傾向や、司令塔とコスパ的には適正価格ではある。それでも高いが、ゲームをプレイするのにコスパが優れているかどうかが問題ではない。ゲーム専用マシンに払える価格じゃないという点が問題。この値段取るならせめて縦置きスタンドくらいつけないとって思う。綺麗になってるよね。おう、キュウリ収穫してる手が見れただけでもお得。まあ PS5 で良い感はある。今の PS5 壊れてもまた PS5 買うわ。 PS5 発売当初の為替だったら8万ぐらいという現実。ステラブレードのイブでさらに高画質、ヌルヌルのケツを見れた俺に後悔はない。家に PC を置けるスペースがないから、家でやるには PS5 なんですけど、とりあえず PS5 でできないタイトルが出てくるまでステイですかね。これ逆に20万の PC と PS5 比較してあんま変わらないってことも起こりそうだから、動いた時のフレームレートを見た方がいいだろ。これ W 致命的なのは12万出してまでやりたいゲームがないっていう。現行の PS5 に満足してる人は無理して買わなくていいわ。これ言ってくれるのすごい助かる。 PS5 民としてはこれが一番知りたいわけで。最適化されたゲームが出てからが本番ですね。ただ FF7R のプレイ動画を見ちゃうとめちゃくちゃ欲しくなりました。 PS5 プロ対応のゲームが充実する頃には PS6 出てそう。これをクリスマスプレゼントにねだられる親の気持ちになってほしい。 PS5 プロはまだ発売したばっかだから本領発揮できてないんやろな。 FPS に関わってないなら普通の PS5 で満足してるだろうし、それが気になる人なら出ても 60fps 程度のものなんか買わないような。確かに綺麗なんだけど、比較しないとわからないかな。価格は数年前からの円安で大幅に原価上がってるからしょうがないと思うけど、
PS じゃないとできないゲームで欲しいものがないんだよな。 GoPro 買う人は買うだろうけど、迷ってる人は昨日か一昨日の任天堂の後継機の情報だけで買わないになった人は多そうだ。ステラ、スパイダーマン、ホグワーツ、ゴッドオブを開封後に一通りやってみたけどすげーって感覚はなかったな。アセットが同じなら違いは分かりにくいでしょうね。まず最上位機種のはずなのに、通常版には当然ついているディスクドライブがついてない時点でプロというよりセミプロじゃんとしか思わない。やっぱワイルズのパフォーマンス次第かな。いつも思いますが、絶妙とはこの上なく巧みなことの絵です。ワイルズ OBT の画質優先でやるとフレームレート落ちて、フレームレート優先だと比較ならんくらい画質が落ちたので、プロ対応に期待してます。格ゲーや FPS 向けに遅延 PC 並み対応コントローラー増加などがあれば買ってました。ワイルズで PC のスペック物足りなくなってきたけど、まだ買い替えるのはなって感じで、しばらくプロと併用しようかなと検討してる。どっちもイブちゃんのおパイの大きさは変わらなかったのは分かりました。ディスクドライブの枯渇を完全に放置している SIE の姿勢は救いようのないゴミだと思います。自分も PS5 Pro 欲しいなと思ったけど、それを買うならプレステポータルの方が寝転びながら気軽にゲームができるから幸福度が上がりそう。止まってるキャラ見せてくれ、変わってないよねは当たり前だと思う。主の動画と名ばっかで両肩とも描画しきってたら、プロも高性能 PC も変わらん気がする。プロの本領が発揮されるのは GTA6 等の大型タイトルが来てからかな。 PS5 Pro と PS5 の比較動画作って友達に送ったけど、10人中8人が PS5 Pro の方が画質が良いって言ってました。このスペックがこの値段で、よりもゲームを遊ぶのにこの値段で、なんすよねー。目が悪いので画質上がっても恩恵受けられないから、画質の差異がわかる人が羨ましい。やっぱ高いな。次世代機でガラッと変わるならともかく、アップグレードだけだとな。貧乏人という時点で足切りされたわ。買いました。すでに PS5 を持ってるならわざわざ買う必要は現状ないかなと思いました。こんな一生懸命にならなきゃいけないなんて間違い探しじゃないんだから。わら、何を目指してる製品なのだろうか。哲学リバースみたいなゲームもあるから欲しいんだけどな。そこそこの環境で一部のゲームをある程度楽しみたい金があるプレイヤーには PS5 Pro は選択肢に入るんだろうな。 PS5 Pro 買う金で高性能なモニター買った方がゲーム体験は向上すると思う。ディスクドライブが物売るってレベルじゃねえぞ。発売前に SIE 幹部が過度な期待はするなって言っちゃったから、その通りなんだろう。 PS5 Pro の登場で 4K やレイトレの体験向上が期待された。実際には 30-40fps で動作する場面も多く、ユーザーが望む高パフォーマンスとは程遠いですね。プロ専用のエンハンス対応がなされていないゲームや RTX シリーズと比べた際の性能差も顕著で、価格に見合う実感を得づらい。結局普通の PS5 で10分楽しめるレベルなら、高額なプロにするよりモニターや周辺機器を揃える方が満足感が高そうです。個人的には楽しみたい人にディスクドライブが行き渡らないのがさすがに商売として失敗してると思いました。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。